こんにちは、こんにちは、こんにちは。やっほー、やっほー、やっほー。え、急ってみんな思っている。寒いですね。でも今日はあったかめ。でも今日はこんにちは、ヨウさん。はーい、ヨウさん、こんにちは、こんにちは。おはようございます。どうもどうも。やあやあ、皆さんこの時間にご覧になれるんですね。11時半でなんですよ。どうしましたか？その質問正しいですね。今ね、待ち時間なんですよ、現場の。ヨウさん惜しい、さんずいついとるで。大泉さんになっちゃう。新さんの三水にない方の予算でお願いします。久留米は晴れです。よかよか。これからお仕事ですか？お仕事中です。ですです。あ、お休みなんですね。なるほど。ドラマ中ですよ、現場でね。ちょっと空き時間ができて、時間があるねっつって。じゃあ久しぶりに皆さんとインスタライブで会話でもしようかしらっていうね。ドラマかなり楽しみです。ありがとうございます。え、授業中です。ちょっと集中して。大丈夫？今顔洗ってます？どうやって見てんの？これ洗いながら見てんの？うん、昨日のご飯残りでお昼。ああ、いいですね。無駄が出ない。ドラマありがとうございます。今週23日金曜夜10時から恋する母たち、よろしくお願いいたします。見てくださいね皆さん。いろいろね、ナビ番組とかやりましたけども、皆さん見ていただけましたでしょうか？奈良も晴れてます。よかったです。鹿さんも元気でしょうか？うんうん。パーカーね、これ現場で着させていただいたんですよ。ちょっとリサちゃんみたいでしょ、タイダイ染め。やっほー、皆さんこんにちは、吉田洋でーす。ダメだ、リサちゃんみたいなテンションになれない。すいません、リサちゃんファン、すいません、すいません。お酒飲んでないですね、まだ。11時半なんだね。見るよ、ありがとうございます。すごいね、急に始めたのにこんなにたくさん見てくれてんの。みんな優しいね。ありがとうございます。結婚して？マジで。まずはじゃあ知り合うところから。授業が早く終わったので見れました。よかった、ドラマ楽しみです。ありがとうございます。洗濯をしました。私ですね、昨日雨が降ることを知らずに全力で洗濯物干して出まして、びっしょびしょですね。干しっぱなしです、取り入れずに。あ、今日誕生日おめでとうございます。 Happy birthday to you。 おめでとう、おめでとう、おめでとう。オンライン授業だから家にいるんです。なるほど、そういうことか。まだオンラインが続いてるんですね。そっかそっか。ヨウさん見て元気になりました。元気なかったの、花江さん。ファイティン。うん、福岡もいい天気、よかったよね。え、本当に気持ちいいですね。こっちの方は今ちょっと曇ってますが、太陽が雲に隠れてとても綺麗に輪郭が見えます。明日お誕生日おめでとうございましょう。未来系。今起きました。おはようございます。おはようございます。遅いお時間のお仕事なのかしら。昨日が遅かったのかな。ファイティン。うん、うん。ママ友といるのに、ヨウさんのライブだから静かにしてと言って爆笑されながら見てます。ママ友ごめんなさいね。一緒に見てください。じゃあママ友も参加してね。今度ね、ママ友の話でもありますので、恋する母たちは3人の友情も一つの見どころになりますのでね。うん、
息子とスシローに行きます。いいですね。息が良すぎて回ってるやつですね。それからお買い物行ってくる。何買うの何買うの何買うの。結婚してください。え、これさっきの方かな。同じ人違う人。なんだよ、ここではモテるじゃないか。んー、そっくり。誰と。ポカリ飲まなきゃ。ポカリ飲んでこれからね乾燥してくるんでね、ぜひポカリを飲んでくださいよ。うんうん、前髪がちょっと、そう、前髪8年ぶりに作った前髪どうでしょうか。皆さん新鮮でしょ。だいぶ私はね慣れましたけどね、作って時間経ってるんで。前髪を作るだけでこう髪型のアレンジにこんなに選択肢が増えるんだなって感動しておりますですよ。仕事で配達中、ちょっとよそ見しないでよ、気をつけてよ。うん、安住アナと結婚してください。面白いこと言うね。それは安住さん気持ちも確認しないとね、私一人では決められないのでね。安住さんでもあれですね、この間あの日曜天国で言ってらっしゃいましたね。自分はこれまで歴代の彼女さんはみんなアパレル関係の方だったということで、安住さんと結婚したいという方はこれからアパレル関係に就職するという手もありますね。そこで安住さんと出会うっていうね、うんうん、でも安住さんの私服はねいつもシンプルなんですよ。素敵ですよ。かなり気配を消して普段過ごしていらっしゃるんで。ドラマ楽しみ、ありがとうございます。え、今からお仕事？遅い出勤でいらっしゃるんですね。頑張って。こんにちは、こんにちは。ジジョちゃん会えてないんですよ最近。元気かな？連絡は取ってますけどね。これは早く待って、もうちょっと。ロサンゼルスから見てます。ヤッホー。ロサンゼルいいね。世界中から見られるんだもんね。なんて時代だ。うんうん、ん、これから部活です。頑張れ。何の部活。もうすぐ昼休みだと言いながらこれを見てらっしゃるの。お昼はねちょっと遅めにしっかり朝ごはんを食べたので、まだお腹空いてないので、お昼はお茶お茶飲みます。うん、ごま豆乳鍋美味しそうですね。だから結婚してって今すごい求婚するじゃん。ありがとうございますね。まずは知らないとね。2回目、ケバブです。何が好物。お昼が、みんなありがとね、見てくれてね。万歳してくださいね。今週はちょこちょこっともう解禁されたんだよね。ぴったんこカンカン23日、あのスペシャルでありますよ。ぜひ見てください。久留米のおすすめの食べ物、焼き鳥。後藤にぜひ鶏皮を食べてください。うん、あーリンゴさんね。リンゴさんも福岡ですよね。同郷であることが誇らしい、誇らしいというか、うん、自分がね一緒の同郷で嬉しいなって感じです。うん、なんか録画予約してます。ありがとうございます。どこ車内、うん、今ね待ってるんですよ撮影の再開を。お昼休みなんです。でもお腹空いてないから、ご飯食べないから時間できたなと思って、皆さんとおしゃべりしようかと思ってインスタライブを始めました。ようさんわっしょいわっしょい、さんずいついてる、惜しい。あ、はるなちゃん、あれこれはるなちゃん、ピッ
い、呼んじゃった。あっちゃん、ごめん、大丈夫だった。ごめん、ヤッホー。お元気ですか？元気。あれ、ハジ痩せた？いや、痩せた。ごめん、間違えた。焼けた。ちょっと間違えてない。間違えてないけど。間違え方がダメな間違え方。ごめん、ごめん、ごめん。じゃないって言っちゃった。かわいい。ね、焼けた？あ、焼けた。今、多分あの、すっきり終わって、うん、メイク落として、ちょっと赤みが出てる。そっかそっか。はい、え、てか、痩せたよね、本当に。え、痩せてないんですよ。太って。本当？そうなんですよ。なんかシュッシュッとしてない？あの今ですね、だいぶ首をこう前に出すっていうことをしました。小顔効果で。え、そうなんです。だから横から見るとだいぶ亀みたいな感じになるんですけど。あ、ようさん、かわいい、はるちゃん。ようさん、今日も美しくて。本当に大好き。ありがとうございます。ようさん。もう超幸せな気持ちになる。いや、こちらこそですよ。ずっと見てられる。可愛がってもらって本当ありがとうございます。とんでもないですよ。こちらこそ仲良くしていただいてありがとうございます。え、今合間なんですか？そうなんですよ、ドラマの撮影中で、はい、今日は何時起きだったっけ、なるちゃん。何時起きだったっけ？何時に出たっけ？7時に出たのか。7時に出たから6時起き。でまあそんなに早く、激早ではないですね。6時起きで、お腹空いてないんですか？なんかね、朝しっかり食べちゃったんでまだ空いてないんですよ。え、すごい、そんな早く出て朝しっかり食べられたんですね、うん、しっかり食べた。さすが。なんかね、ちょっと食べそうになっちゃったんで、うん、朝しっかり食べたら、うん、お腹すいた。だから昼ご飯はお茶。お茶。私も今あの曲のお弁当を食べてます。ああ、そうなの。見せて見せて。え、すんごい、あの食べ途中だから。あ、そうなの。はい。あの、どこのやつ？あの今日はですね、まいせんさんの、はい、かつあのこの後のバラエティの収録の。ああ、はい、忙しいね。いや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 。にえ、もう日テレから移動して、日テレ内で。いや、日テレ内です。だからあの一歩も出てません。ああ、一歩も出てません。一歩も出てなくて、ありがたい、ありがたい。メイク一回落とすんだね。そうなんですよ。一回ちょっとね、うん、あの寝る時があって、うん、寝る時に落とすけど、うん、そうかそうか。そうなんですよ。だから本当食べてすぐ寝るっていう、あのダメな。うん、ダメなやつ。はい、ダメなやつ。だから首も前に出さないと。かわいいね。ありがとうございます。本当に大好き。ありがとうございます。私もです。本当？はい。キュンです。あ、それね。それね、よくわかんないままね、この間ね。はい。やっちゃったんですよ、試作発表で。これやっ指ハートっていうんだね。ハート。はるなちゃん固まってる。あ、やばい。あ、よ、戻ってきた。よかった。よかった。あ、ちょっと見てる人今、うん、副書タイムじゃないですか。ヨウさんの指ハート。ね、これ指ハートっていうんだね。指ハートです、指ハート。あの、韓流？韓国ドラマ？そうですね。結構あの韓国からだと思う、うん、これ。でさ、愛の不時着をさ、見てたんだけどさ、途中で止まっちゃって。はい。はい、面白かったんだけど途中で止まってんの。なんかいつでも見れるやん。確かにね。確かに。でもそう、みんな周りの人からは8話から号泣だよって言われて。え、何話まで見たんですか？3話。まだ遠いんですよ。あと5話。1話が長いですもんね、ちょっとね、1時間、うん、でもね、1話からね面白かったの。ああ、うん、まだなんですよ。そうそう、なんか扱ってるテーマにしてさ、軽やかでさ、見やすいじゃない。はいはいはい、で主人公のヒロインの方も可愛いし、うん、ね、相手役のあの私のなんだっけ、彼氏はキムサンスンだっけ。ああ、はいはいはい、うん、だからでもね、今
今でも一番可愛かったのは、うん、その話をしてるときにずっとこうしてたことですやめて、そういう細かいところに目を止めるあ、5話から面白いっていう方もいらっしゃいましたよ今。あ、本当に。あと2話頑張れば、あと2話頑張ってください。今日も頑張ってください。やってて可愛いです。ちょっとやめて、みんな見るのやめて。ずっとやってて可愛いし、そのあの矢印でそれ刺されたりとかして可愛いです。あ、マジで、あ、これでなるほどね、はい、偶然の産物ね、じゃあ今日もサウちゃんのさインスタって公式じゃないの？いや、公式マークがつかなくて。同じく。あれはどう、なんか申請出さなきゃいけないんですか ね。いや、私さ、申請を出したにもかかわらずついてないから、ね、そうなんですか。あの、まちげさんと同じパターンですよね。まちげさんも申請して、はいはいはい、免許も出して、そう、出したにもかかわらず本人だと承認されないから、もうやめたっつってたけど承認、その申請がめちゃくちゃ溜まっちゃってるんですかね。そうなんだと思う。だって世界中だもんね。まあそうですよね。うん、ね、だからもうちょっとお仕事頑張れってことなんだなと思っていやいやいや、十分十分っていうか、いやいや、そんなことないでしょ。こうし、ね、似てる人とかじゃないの分かってる。なりすまし的な、なりすませないのになりすませないのにそうか。いや、意外とでもあれですよ、街歩いてても気づかれないし。私、嘘、そうなんですか、うん、全然気づかれないですよ。声かけられることないですか？ないですね、基本。うん、なんかでも特別なんかこうなんかペリペリペリってやるぐらいのなんか変装してるとかじゃないですよね。ペリペリもう何、顔全部こう、こう顔全部こうしたら気温差出てくるとかつけるかしないしない。そうなんだ。帽子かぶって、ただ今ほらみんなマスクしてるじゃない。確かに。だからマスクして帽子かぶってここしか見えなくても違和感がない。確かに確かに。だから余計に紛れるようになりました。ああ、確かにそうですね。うんうん。でも私帽子かぶって、うん、メガネ外して、うん、マスクして、うん、後ろから声かけられた。たの？声かけられた。だからもう無理、何しても無理なんです。はい。うーん。はい、じゃあやっぱさ髪、あ、固まってる。固まりましたね。おかえりおかえり。はあ。つって止まってて。うちこっちのようさんはこれで止まってました。これで待ってた。はい。多分こっちの問題じゃないかな。今山の上にいる。あ、そうなんですね。うん。これから滝行なんで。え？マジっすか？なわけない。どんなドラマだよって思ったの。芋振りミキジットじゃないんだから。滝行しない。いや、すごいね。バラエティ好きなの。いや、この間ね、番宣でね、出していただいたんですよ。あ、そうなんですね。で、ガチ私服ランウェイっていうのに参加させていただいて、あの、6人のガチ私服を審査するっていう。おー、なるほど、なるほど。あ、また固まってる。戻ってきた。一瞬固まって、超高速で戻ってきた。じゃあ、わざと止まってる可能性もありますよ。マジで？お互いやっちゃって今どっちか突っ込まないすごい人がいないから、もう2人とも2人ともやっちゃったからおかしい、あー、おかしい、もうちょっとお腹痛いヨウさんですよ今の嘘だよ、ヨウさんがボケてたんですから
だってあんちゃんも肩振ってたじゃん今。いやこっちが先に固まったからツッコミ隠してたよなもんって固まった。そっかそっかそっか、どっちが肩振ったらどっちが突っ込まなきゃいけないんだね。そうそうそう、ごめんなさい、ちょっともう芸人吉本 の養成所からやり直しますわ。やり直すの一回も入ってないですよ。あそうだった、すいません。あ間違えた。最近さ、もうなんか涙もろいし笑い上手だし、泣くとすぐ涙、泣くとじゃない、笑うとすぐ涙が出てる。あら流線弱すぎる。でもね、なんか、うん、いいじゃないですか、感情丸出しが。え、ちょっとダメ出し。感情丸出し。違う、ダメ出しかなと思って。ダメ出しじゃないと。ちょっとちゃんと女優さんみたいにしなさいってことかと思って。いやいや、立派な女優さんです。言われた。あ、ちょっと、呼ばれました。すいません、じゃあこの辺で。私もそろそろ。ありがとうございます。呼ばれました、大丈夫ですか。はい、ありがとうございました。ごめんなさい。いやいや、 お昼中に。こちらこそ引き続き頑張ってください。ありがとうございます。あ、じゃあまたね。ま、失礼します。はい、はい、ぜひ。じゃあね、頑張って。あーちゃんかわいいな、大好きなんだよね。おかしい。いやでも痩せたよな、本当に。うん。ね。って感じですね。うん。めっちゃ好きになりました。25、すみません、25に、うん、またマイクロ乗って森に移動するんで、うん、で10分前ぐらいにじゃあ あの直しを。わかりました。お願いします。だそうですので、皆様じゃあそろそろ私失礼いたしますよ。うんうんうん。うんうん、よろしいですか皆様、心の準備は。切りますよ、いいですか。あ、なんかちょっと待って、いろいろ、あ、キリンの川島さんがいますね。一瞬繋いでみようかな。川島さん繋いでいいですか。ダメかな、怒られちゃうかな。ダメなやつだな、ちょっとやめとこうか。やめました。川島さんまた今見てらっしゃらないから繋がりませんでした。それでは皆様、良い午後をお過ごしくださいませ。楽しい時間をありがとうございました。ではでは、はるちゃんありがとうね。そして見てくださった皆様ありがとうございました。それでは皆様ごきげんよう。中里依紗でした。